はい、皆さんこんにちは。ミツアップスターズ、ターザンの大園です。そして、大川桜です。あの、ヤオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は、新天使の、はい、重心化の本当の評価をしていきたいと思います。まあまあまあ日経ちましたけども、経ちましたね、2週間ぐらい、はい、そう、まあ、もうそのだったか、発表されましてね、もうそのだったか、うん、はい、で、まあ、ただね、まあちょっとまあ遅くなった、時期的にちょっと遅くなったかもしれないけど、まあ、やっぱ近畿の動きとかねが出てなかったんで、はいはい、まあ、そこら辺使ってみたりして、まあね、そういったところも踏まえてからの評価のね、はい、成功じゃないかということですよ。はい、はい、ということで、じゃあ、あとはじゃあまず、はい、日から見ていきますか。はい、カマエル、はい、はい、まあ、カマエルさんはですね、うん、下半期のモンスターストライクです。おお、そういうレベル、下半期のアルセーヌだと思います。はいはいはい、はい、なるほどね、はい、日の打ちどころがないと思います、私は。うん、まあ、実際大の大冒険でもめっちゃ使ってる人も多いだろうしね、何もう普段使いから高難易度までこなせちゃうと、はい、しかも使ってて楽しい、はいはいはい、ストライクショットが楽しい、はいはいはい、しかないですね。いや、もう理想通りの重心化してくれたんじゃないかなと。しかも死ぬほど SS すぐ打てるいや、それよなこの友情で SS ターンブースト持っちゃってるのがちょっとやばい、やばいよね、うん、溶かしてすぐ SS チャージして、で、その SS も強いってなるとちょっとね、うん、ちょっと日を見つけられないですね。爆発もできるし、謎の、そうそうそう、謎の捨て。そう、捨ておかしいよ、ね。おかしい。あのさ、マジでその覚え、うん、方に殴り強くし、ね、してほしくないわ。パワー型の良さがなくなるの。カマエルはね、結構神化の時から殴り強めで打ってたんですけど、はいはい、うん、まあそこからさらに上がる。そうですね、うん、なんか進化の遺伝子もやっぱりちょっとついてんのかな、まあこの弱点キラーとかね、そう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 、うん、引き継いでやめてよ、そういうのパワー型マジで居所なくなるからさ、確かに追い詰めてると思うんだよね、捨て高い超攻撃型みたいな感じの、うん、SS やっぱりさ動けないけど、うん、全然満足できる SS 威力がいいよね。そうね、なんか友情全部拾った方がいいじゃんみたいなのがさ、うん、まあ、多かったと思うんですけど、うん、もうやっぱボスと1対1になった時にこの SS を、まあ、絶対打った方が強いね。あと範囲がやっぱいいからさ、どこを当ててもいいじゃん、うん、なんか弱点にね、直でいかなくていいからさ、うんうんうん、この範囲が特に素晴らしいなと思って、ね、まあ、ちょっと文句言うなら、うん、ゲージワープやめてほしいっす。素でワープついてたらハドラーもっと楽だったのにな。ね、まあね、もうほんと、そんぐらい。そんぐらいね。ガチ、強いて言うならぐらいなんで、うん、まあ別に、その別に、気を見つけようとして見つけました。って感じなので、強いよね。まあ、モンスト最強キャラなんじゃないかなと、個人的には。思っております。まあ下半期ナンバーワン名乗り出てるよね、うん、感はある、きっと、うん、間違いない、はい、では次、水野ラミエル選手ですね、はいはい、まあ最初に使った時思ったのが、うん、お前反射かないってなった、最初に。ああ、はいはい、うん、やっぱなんか結構進化の方が個人的にはイメージ強かったのかな。あー、貫通の超重力ダメの方、ね、そうそうそう、なんかヨーヨー弾だし、はいはいはい、うんうんうん、超強ヨーヨー弾の威力が上がりすぎな、それな、うん、強くなってると思う、はい、なんかこれ紐の部分はね強くなってないみたいな、だからまあ強くなってないんですけど、うんうん、まあそれでもヨーヨー弾は確かに結構強い、うん、普通に強い友情が、うん、友情結構強いですね、全敵貫通ロックは言わずもがな、うん、超強ヨーヨー弾もかなり強い友情だと思います、うん、はい、まあ、で、はい、はい、どうぞ。いや、ちょっとこれ、もうちょっと言ってほしい。いや、まあ、他の天使と比べちゃうと、うん、やっぱ超浴びもらってないのが、そうだね、うん、やっぱり、気になるね。そう、気になるところだけど、まあ、マイス EL がもうそういう枠なのかな。いや、なんか、うん、これやったら、マジでやばいんだけど、超が良かったよね。超だったら、この SS との相性も良くて、めちゃくちゃ良かったなってイメージ。うん、まあ、全然現状でも強いから満足はしてんだけど、構える見ちゃうとさ、これ超でも良かったんじゃねってなるよね。うん、だから他、もう全体的に見ちゃうと、超何もないのは、
なんかあれだなと思う。まあ元々が強かったからそんなに言えないんだけど、うん、まあでも8ターンでねハゲツラ SS 打てるのはめちゃくちゃいい。そうですね、8たす8でハゲツラで、まあマインスイッパー EL になりますからね、うん、なんかフレイザードでもなんか最初の方はなんかこの8ターンの SS の方を使ってる人もいたし、なるほどなるほど、まあ、あそこの周回にもね速殺で3ターンですからね、うん、でこの8ターンでハゲツラやっぱ打てるのがやっぱ地雷出てくるステージだとその周回とかでなんかラミエルしかいねえみたいになりかねないから、うん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 、そこは今後楽しみなところかな、うん、ラミエルはと思ってます、まあ、一種のワンパン枠でもあるしね。そう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 、うん、まあ楽しみなところです、まあ、天気の奥もさ、なんかもう片方が追加されたからさ、まあ、ラミエルはそこ我慢つけなくても良くなったから、うん、はい、そういう意味では、まあ、フルフルにね強化したラミエルを自由に使えるようになったっていうところもあるよね。まあ、ドガマいらないですけどね、今の時代。ドガマ使わなくてもラミエル。超いかなくなったし、ね、うん、はい、はい、っていう感じですかね。まあ、一旦。はい。で、ザドキマル。はい。はい。超ダメの超マインスイーパー。パラララララッってなってますけれども、まず、キラーがえぐい。キラーえぐいね。水キラーでやっぱり全てのキラーなわけですよ。なんかさ、神キラーから変わりすぎなんだ。変わりすぎですね。最初神キラーだったのにさ、属性キラーはさ上げ幅すごすぎて、そうだね、うん、うん、まさかこのこんだけの範囲の、ね、キラーになるとはね。いや久々にさこの属性キラーでキュンときたよ。うん、うん、なんか最近こんなこういう属性キラーいなかったよね。うん、なんか全てに対応できるよね。うん、やれやれ弱点キラーやら、弱点キラーやら、まああれも強いんですけれども。弱点キラーのやつなんだっけ？なんかいたっけ切って。いやそれはちょっとわからん。急には。いろんな中、いろんな中でね。いろんな中で、ね。まああの徳川の人とか。ああ秀吉、ね。秀吉さんとかね。うん。でスピードアップ持ってて、まあ、ちょっとこの超強反射装飾弾よくわかんない正直。キラー乗るからそれなりに強い。まあでも威力が相当上がってるから俺全然気にならなくなった。この友情のうぜえところが、しかもちゃんと弱ったところから飛んでってくれるからこれって、うんうんうん、ちゃんと格殺してくれる感があってやっぱ威力上がるって正義だなって思いましたね。なるほどなるほど。スピは便利だし相変わらず。佐々木は今木の中でも本当にトップクラスのキャラなんじゃないかな。今多分1年生とか貫通だと1年生もつある、多分反射だとベネットとか、インドラとか、うん、がまあ本当最強格だと思うんですけど、まあ、友情だけで見ちゃうと、うん、こいつより強いキャラはいっぱいいるけど、なんか全て総合的に判断するとこいつが貴族性俺は一番なんじゃないかなって今のところ思ってます。まあ、本当に1位でもおかしくない、うん、と思います。そうね、あのやっぱ1年生強いじゃん。1年生強いね。1年生とも結構この住み分けできるのもいいですよね。うん、うん、でも1年生よりやっぱりそのダメージ受ける系ギミックに対応してるから、うんうんうん、いけるところが広いと思う。無理やりなんかどっかその別に重力とか死ぬほど張ってても原則壁死ぬほど張っててもザドキ別に1体いれば悪さしちゃうみたいなことがあるから、入ってるランキングいろんなところに入ってるよねザドキエル。そうだからザドキエルは一番やばいんじゃないかな。帰りでも使えるからね。帰りでもやばいっすよ、ね、帰りやばかったわザドキ、うんうん、なんかもうギミック知らなくても勝てそう。水の高難易度をとりあえず1体ザドキっていうパターンが今後なんか、うん、まあ昔で言うクラピカみたいなパターンで入ってくる気がするから、はい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 、こいつはやばい。 SS もねやっぱ激強だからね。遅延はね、遅延激強っすね。しかも倍率も2倍もらってんだっけ何回目、うんうん、えげつないよね高難易度には。もう水は水のせいで全部簡単です。こいつやばいっすわ。はい、サンダルフォン。サンダルフォン、はい、まあ、サンダルフォンだけね新友情もらえなかったっていうところはあるんですけれども、うん、まずこの3方向追従貫通弾、パンドラがさ、はい、バフをもらったんですよ、うん、まあ、あの情報修正されましたね。情報修正で、まあ、3方向追従貫通弾が強くなったんですけれども、うん、おかげさまでサンダルフォンも強くなりました。強いまま実装されました。パンドラがちょっとあまりにもか、あのかわいそうだったおかげでパンドラもめちゃくちゃ強くなりました。まあ、パンドラ今めっちゃ強いです。はいはい、うん、ありますね。超バランスも、はいはい、強いね、はい、込みで、うん、パンドラめっちゃ強くて、だから
そのパンドラが頑張ってきたおかげで、めっちゃ強いです。あ、パンドラのおかげなの。そうですね。パンドラがなんかちょっと弱い弱いって言われて、もう頑張ってドラってやったら強くて強いの。でも確かに友情コンボはその30のゴフレーズも使ったけど、うん、めっちゃ強いね。ね、なんかあのラウドラとかもバーってやってたら削れるよね。削れる、あそこ雑で削れちゃうから、うんうん、普通になんかナラクとかも、もうなんかもうすごいよ。すごいね。うん、いやあの光のワープはこいつだと思うよ。うん、うん、てかあのいやもう全体的にこいつだと思うよ。とりあえず外れない感ね、うん、でこいつ最初やっぱやばいと思ったのが捨て、うんうんうん、頭あのバランスで 33,562,120 で、うん、これおかしいんすわ。まずでスピードも400あってから あの火力漏れる超アップとか持っててで超バランスでしょ。この捨てに最初は俺はびっくりした、うん、でストライクショットも2倍の受強化、1段階目も変わらない、2段階目2倍、これすごいなと思って、まさに30を殺すために生まれてきた女なんだなっていう感じねえ。おにゃんこぽんより強いと思うよやっぱり。まあそこはちょっといろいろあるかもしれないけど、俺もサンダルコンの方がいいと思う。でもね、このやっぱ SS 短縮も超 SS 短縮ですから、もう打っちゃえばもう次も打てるよと。なんかね、SS 重いからちょっと嫌だなと思ってたんだけど、うん、この SS 超 SS 短縮で、まあ、全然気にならないね。見た目より大幅に軽い、うん、3とやってれば6ターン短縮だもんね、うんうんうん、2体でも3ターン、それは強いわっていう。で結構やっぱ艦隊で使うパターンが多いから、うん、30とかやってるとね、リジェネがすげえ強いっていう。耐性も強いね。まあ耐性はあのキラー奈落も全然気にならんし、うんうんうん、トライブパラじゃなくてあの感染機でもね、うんうん、このリジェネと耐性で帳消しみたいな。であと反射衝撃下で小人もやってくれる、うん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 、なんか本当30のために生まれてきたんかなって感じ。まあ今30の話しかしてないけど、多分他のところでもやばいだろうね、その、うん、まあこれあの どこかしらちゃってかもうなんかちゃんと適正のところ連れていったら、うん、マジで一番強いと思う、うん、普通になんか俺自体はアラヤやってないんだけど、他のいろんな人の動画見て、うん、アラヤでもめっちゃ強かったね、うん、見てたけど、ブロックついてるのがいいね。そうね、これ外せんすよね。そうそう、で外せるからそれも便利だなって思ったね。ハナラクのラスゲでも結構それが嬉しかったり、うん、周回でだいぶ速くなりましたね、うん、まあ近畿来てだいぶ評価上がったんじゃないかな、3倍の方は、うん、メタとメタプロン、はい、友情強い、全体的レーザー強いですわね。これは便利だよね、使いやすくなった、うん、でバウンドボムもやかましいけど当たったら強い、うん、当たったら強いけど、やっぱ演出が長いから俺は気になるな。やっぱやかましいですね。やかましいマジやかましい。演出長いな、強いけどね。うん、え言うことないよ。いや、まあ SS も強いですしね、トコテフトバシ、うん、うん、すごい強いですし、まあ超マインもありますし、まあ、あの前の状態と違ってあの地雷拾ってからランダー打ったりしなくてもいいよね。ああ、なるほどね。もともと超マインになってるから、うん、気利かせなくても大丈夫、うん、やっぱ超マインエルが偉いかなって思うね、うん、やっぱ初っ端から地雷持ってて 2.5 倍殴りは、あ、限定感つうか、うんうんうん、なかなか少ないじゃん超マインエルのキャラって。なんかもう超マインエルで強友情を持ってる、うん、で貫通の時点でめちゃくちゃ強いじゃないですか、うん、ただ今のところその近畿でもさ使うとこなかったし、俺近畿だとメタのも使ってないね、うん、そう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 、なんかねまだね潜めてる感じがする、うん、まだぶっ刺さってないよね、うん、あまあ多分そのエルドラドとか茶番になるんだろうけど、エルドラドやったけど茶番でした、うん、ちょっとまだあの光り切れてない、絶対にポテンシャルはある、うん、ポテンシャルはありますね、うん、完全やっぱりね超がついてるのがね偉すぎるわ、本当にここだわ、超マイエルだわ、うん、ラミエルもこれが良かった。地雷ないところでも地雷持ったら火力出せんだもん、うん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 、うん、そこがやっぱ偉いよな、減速株も対応してくれて、
まあ、フレーズアウト使ってる商品じゃないよなとさすがに。まあね、全気味対応でね。これアンチテーズだとあれでしょ、間違えてあのなんだろう、あ、バンド動詞やっちゃうパターンで防御アップしちゃうパターンあるんでしょ。ああ、なるほどね。めんどくさいですね。それはちょっとめんどくさいから逆にやめといた方がいいかも、アンチテーズ。逆にね、難しくなっちゃう。まあ、うん、たまにイラッとするパターンがあるかもしれないから。なるほどね。はい、ということで以上5キャラなんですけれども、はい、まああの現時点での個人的好き好きスコスコランキング、うん、うん、つけますか。はい、私のスコスコランキングじゃあいきますよ。はい、カマエル1位、サンダルフォンザドキエルラミ、いやゆっくりゆっくり言って、カマエル、サンダルフォン、ザドキエル、メタトロンラミエルかな今スコスコは。じゃあ俺ですか。はい、俺はザドキ1位ですね。おお、あ、そう。2位カマエル、うん、3位サンダルフォン、うん、4位ラミエル、うん、5位メダトロン、うんうんうん、です。ちょっと上のおじさんもうんうんって言った。そうですね、上のおじさん少ししてるみたいですね。入ってんのかな、キュッキュッと、ね、入ってると思います。ババさんどうですか。ババさん、俺はでもそもそも全員は持ってないんだけど、うん、まあでもやっぱ一番使ってんのはやっぱカマエル。カマエル、うん、あ、でまあやっぱ狩りで使った感じ、ザドキエルも確かに強いかなっていう感じはしたね。うん、ブレンドワークで使ったけど、うん、はい、まあ、あとはちょっとまだそんなは。ババドさん一番持ってるのラミエルじゃないですか。そう、ラミエルラミエルどうすか。いや一番持ってるけどそもそも俺キンキの僕でしか使ってなかったから。ああ、いや、あの言うてもあの水属性の中でもかなり強い部類ですよ。トップ強いです。今あと5とあれかな、バランで使ってる、うんうん、なんか水属性ってさ、なんかあの純水友情みたいな、んか例えばジンとかさ、少ねえ、そう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 、あの属性友情もペースね、強くて、だから純水の中で数えるとかなり強い、めっちゃ強い、うん、と思いますけど、はい、アムリタだもんね今。なんかアムリタがやばい、めっちゃ強いっていう。アムリタは属性違うよ、あいつダメ。うん、アムリタと、うん、まあマジでダイが結構そう、ね、来てるかなって感じがするけど、けてきてるね、うん、いやなんかアムリタはさ、だって今近畿のさ火のとこ全部のランキング入ってるの。あ、そうなんだ。まあダメージ受ける系対応してるし、ね、うん、とりあえず入れてけるか、友情も強くて、はい、弱点露出も強くて、小バランスが強くなりすぎなんだ。そうなんよね。はい、まあでも今ね先見の書がちょっと足りないから全員にはつけれないですけど、うん、こいつら全員にも全員につけていいと思ってます。挑戦級、うんうん、まだ今カマ2枚とサンダル1枚しか使えてないんですけど、うん、全員行きたいなとは思いますね。僕も賞足りないんで、うん、来月2回クリアすると15回クリアすると3枚手に入るんで、うんうんうん、そこでつけたいなと思ってます。そうそうそう、もうラミエル艦隊にぜひラミエル艦隊今ちょっと分かんないけど、でも絶対強いからね、うん、まあ強いとは思う、絶対全敵の砲撃方だから、うん、そのバージョンさんがね、あの元気に甘いもんワンパンしてる姿みたいです。甘いもん、甘いもん限定なのが甘いもんではめっちゃ強いですね。甘いもんではめっちゃ強いですね。でもさ、一つは下手したらよ、甘いもんでメタトロンの方が強いかもしれない。あ、超うまいんだからね。そう、うん、確かに、だからそんぐらい超うまいんだ、アドないんだな、うんうん、まあそれがついちゃってる、ちょっとザドキエルやばいんですよ。うん、ザドキはすごいんですよ、本当におかしい、こいつは。確かに、そう、なんかそういう、確かに超二つだから、モリモリ超二つキラー、あ、うん、こいつです個人的には。はい、ということで、以上でいいですか。株を上げたね。はい、まあ、上げ幅の問題かもしれないね。ザドキは一番上がったね。上げ幅は多分ザドキが一番だと思うから。結構ザドキは蓬莱専用機みたいな、うんうん、印象だったから、はいはい、そこでまあ、うん、いいとこ見せたからちょっと好きになっちゃったっていうところもあるのかな、うん、はい、俺は絶対1枠持っときたいなと思ったのは、今の俺の立場だとサンダルコンなんだよな。おお、やっぱ30楽にするから。うん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 、そうそうそう、だから結構ランキング難しかったわ、つけるの。そうね、うん、まあスコスコランキングなんで、うん、はい、まあ、これはほんとそれぞれ、うん、あると思います、人それぞれ、はい、はい、ということで、まあ、皆さんの好きなテンションはどうでしょうか。はい、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。